僕の名前は新潮くん。現在は高校2年生の17歳。2年前テレビで見た春高バレーの試合に感動してバレーボール部に入部した。僕もいつか相手コートにスパイクを叩きつけてみんなと喜びたい。そんな思いで入部し早2年。僕の身長は155センチ。未だにジャンプしてもスパイクを打てず、任されるのはトスを上げるセッターか相手のスパイクを拾うリベロばかり。周りの先輩や同期、さらにはこの春入ってきた後輩は皆大きな人ばかり。おかしい。僕もみんなと同じタイミングで身長が伸びると思って余裕かましていたらもう17歳。毎日牛乳を飲みまくったり、家に帰ってから寝る間を惜しんで筋トレをしたり、様々な努力をし続けているのに、もう僕の成長は止まってしまったのか。諦めきれず毎日朝晩家で身長を測ると衝撃の事実が判明した。朝 156.1cm か。はあ、なかなか身長伸びないな。夜、よし、今日の筋トレ完了。154.5cm？ 朝測った時より 1.6cm も縮んでる。そういえば筋トレをすると筋肉が邪魔して身長が伸びないなんて噂も。あれは本当だったの？どうすればいいんだ。大丈夫、君の身長の悩みに全て答えるよ。この声は身長ビヨーン医師医学博士整形外科専門医の眉毛先生です。先生、僕毎日牛乳飲んだり寝る間を惜しんで筋トレしているのになかなか身長が伸びません。むしろ朝測った時よりも縮んでいるんです。今17歳なんですけど、もう成長って止まってしまったんでしょうか。かなり悩んでいるようだね。ズバリ答えると、昼と夜ではだいたい1センチから4センチ程度身長に差が出ることは当然なんだ。え、そうなんですか。僕てっきり自分が筋トレしすぎたせいで筋肉が邪魔をしているのかと。それはおそらく関係ないよ。もっと詳しく知りたい人はこちらの動画を見てみてくれ。よかった。でもなんで僕の身長はなかなか伸びないんですか。毎日こんなに努力しているのに。君は先ほど寝る間を惜しんでと言っていたね。はい。君ぐらいの成長期の男性が身長を伸ばすには十分な睡眠時間が必要になってくるんだ。約9時間は取った方がいいと言われているんだよ。そんな、努力がむしろ身長に悪影響を与えていたなんて。先生、僕これから毎日ちゃんと9時間睡眠を取るようにします。9時間も睡眠時間を取るのはなかなか難しいから、できるだけ早い時間に寝るようにすることも大事だよ。確かに夜11時から9時間寝たら学校に遅刻してしまいますね。寝るタイミングも大事なんですね。ところで僕、寝る時に靴下を履かないとなんか落ち着かなくて、履いたまま寝るのって身長を伸ばすのに悪影響だったりしますか。君がリラックスしてぐっすり眠れるのであればぜひ履いて寝た方がいいと思うよ。よかった。あと僕の成長ってもう止まってしまったんですかね。それって分かる方法とかってありますか。おそらく君の成長の仕方は半熟型だと思われる。君、脇の毛は生えているかい？いえ、恥ずかしながらまだです。しかも見たところ鼻の下や顎にもヒゲが生えていないようだ。他にも声変わりで喉仏が出てくることなどが成長のタイミングを測る上で重要な要素なんだ。詳しくはこちらの動画をチェックしてくれ。ということは僕は半熟だからまだこれから身長が伸びる可能性があるってことですか。ああ、その通りだよ。ちなみに先生、僕鼻毛なら生えてるんですけど。それは関係ないな。血液検査でまだ身長が伸びる可能性があるかを調べられるから検査してみてもいいかもね。絶対にやります。ちなみにもしもう成長が止まっている場合、今の医療技術で身長を伸ばすことはできないんですか。まあできなくはないんだが、命の保証はできないな。え、急に恐ろしい展開。世界には大金を注ぎ込んで人工的に骨折させ、骨と骨の間に隙間を作って身長を伸ばしたという事例もあるが、あまり推奨できないかな。遠慮しておきます。あれからしばらくしたら急に伸び出して、もうすぐ180センチに届きそうだ。やっぱり先生の言ったことは本当だったんだ。僕と同じように現在身長のことで悩んでる人は必ずチャンネル登録をしておいてね。このチャンネルではこれからも身長に関することをどんどん配信していくのでお楽しみに。身長ビヨーン、バイバイ。